こんにちは。瞑想してました。あ、瞑想してましたか。あの、はい、富龍のあの瞑想講座を見て。あ、概要欄に貼っときます。はい、今日はあの片手倒立をしようと思います。あ、片手倒立、はい。はい。まずは実演ですね。おお、すげえ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 。あ、きちい。まずはですね、もう開脚の方が多分やりやすいと思うので、はいはい、まずは倒立で開脚する練習をして、はい、でそれから、まあ、両方できた方がいいんです。いいので、最初開いて、倒して、倒してっていう、まずは練習をして、こう、あ、重心を片手に乗せていく練習を。倒立して、で足を開いて重心を乗せる。ああ、左右に振っていくと。乗せるっていう練習をして、でポイントが足だけ行くんじゃなくて腰を乗せていく。腰を乗せていくのがポイント。ふうにすると、はい、あの重心が足だけ行くと腰は残ったまんまで手の方に重心が乗らないので、こう手とここの腰をこう一本にする感じです。あーはーはーはい。こう、そうすると体重が乗りやすくなるんで。あ、体格の線で考えていけばいいですね。はいはい、ここに線を引く感じ。あ、わかりました。はい。それでこうちょっと慣れてきたら、手はこうだんだんこう五本指でこう離してって、はい、だんだん離していけば止まるようになる。で次の段階は。倒立したら両手でまだいいので支えながら なるほど耳で支えながらやって、でバランスが取れそうだったら片手を離していけば慣れてくるんで、少しずつこれ一気にできるもんじゃないので少しずつゆっくり時間をかけてやった方がうまくいきます。あ、気長に練習しろということですね。はい、気長に待て。わかりました。はい。石の上にも行けないですか。石の上にも3年。ブレイブス4年。はい、あ。よし、ありがとうございました。倒立講座、片手倒立講座でした。